長年ボスとして君臨した猿の中松を偲ぼうと、こちらには献花台が設けられています。いかにこの中松が愛されていたのかが伝わります。昨日35歳で死んだオスのニホンザル中松。ニホンザルの平均寿命は25年から30年ほどで、35歳の中松は人間で言えば100歳を超える大往生です。1987年生まれで、2008年から15年間にわたって群れの秩序を守ってきました。ボスがどんな風に変わっていくのかなと思います。寂しいんだろうなって思います。中松はどんな猿だったのでしょうか。ずっと温厚で本当に優しい個体でした。ここ数年ですね、ちょっと毎年冬になってちょっと寒さが厳しくなってくると、ちょっとこう動きが鈍くなってきたり、体にこう脂肪をうまくつけれなくなってきていたので、寝室があるんですけど、そっちの方でずっとじっと過ごしていたっていう感じになります。猿山には現在42匹がいますが、公認をめぐって早くも動きが見られるといいます。序列はどうなっているのでしょうか。今のところミサジという個体が第1位のオスに候補として上がっているんですけど、オラオラしていてちょっと気が強くて体も大きいような個体です。後釜に最も近いのはナンバー2のミサジ。現在26歳で、中松と違い気が強いオス猿ですが、少し気になることがあります。もしかしたらちょっと精神的にダメージを負ってるのかもしれないですね。この猿山もまだまだこれから順位の変動があるかもしれないですね。ナンバー2に異変が。中松が死んだ後元気がないというのです。そこで注目されているのが中松の子と見られる猿です。で、今兄弟でユエジっていう個体がいるので、もしなるとしたらそのユエジっていう個体が第一になるかもしれない。今その順位がすごい低いんですよね。下から数えて2番目3番目ぐらいなんですけど、もしかしたらダークホースとして。丸山動物園の猿山、ボスの後継争いから目が離せません。